6月は空が暗くなった頃になると春の星座が西の空に傾き、東の空には夏の星座が姿を現すようになります。6月1日土曜日の未明から明け方に東から南東の方角で月が土星に接近しましたが、6月27日木曜日の深夜から28日金曜日の明け方にかけて再び月が土星に近づきます。今回は月と土星の間隔が2度未満となる大接近となります。加減を控えたほぼ半月状の月と土星が隣り合う姿は見ものです。詳しい内容はウェザーニュースのアプリでもご確認いただけますので、ぜひご覧ください。